有酸素運動ってやってもいいステージとやらなくてもいいステージがあるんです。やらなくていいステージで一生懸命頑張っても時間と体力の無駄遣いですよ。こんにちは。日本一安いダイエット指導をしているダイエットトレーナーの根岸です。皆さんは私の無料のメールマガジンを読んでいただけましたか？このメルマガを読むと私の動画がさらに理解が深まりますので、ぜひ登録して読んでみてください。さて、本日のお話はジョギングなどの有酸素運動はいつやるのが効率がいいのかベストなのかというお話です。ここで勘違いしてほしくないのは、他の方のチャンネルでやっているような一日のうちでどのタイミングで走ると効率がいいのかっていう話ではなく、 BMI が18から40の間でどのステージ、どの BMI の値で有酸素運動が必要なのか必要じゃないのか、こういったお話をします。すごくざっくりに言うと、ダイエットのために有酸素運動って必要じゃないんです。私のメルマガを読んでくれている人はもう分かっていると思いますが、実は有酸素運動ってしていい時としてはいけない時のポイント、ボーダーラインがあるんです。皆さん、そのポイント、ボーダーラインから外れているのに、つまりやるタイミングじゃないのに有酸素運動をしちゃってる人が多いんですね。皆さんは無駄な有酸素運動なんてしたくないですよね。ましてやそもそも走ることが好きじゃないんですから。なので皆さんが無駄な有酸素運動をしないために、私がそのポイント、ボーダーラインをお伝えします。それを分かりやすく説明するために、まず減量曲線のお話をします。減量曲線とは何か。それは縦軸に BMI の数字を取り、横軸に経過時間を表すグラフです。このグラフを説明するときに基本となる考え方があります。皆さんがもし90キロあったとして、90キロから80キロに落とす労力と、60キロまで痩せてそこから58キロまで痩せる労力、これどっちが難しいか分かりますか？数字で表すとマイナス10キロ、下がマイナス2キロ。数字的に見ると上の方が難しそうに見えますよね。実はこの下、60キロから58キロマイナス2キロ痩せる方が難しく、90キロから80キロマイナス10キロ痩せる方が簡単なんです。なぜかというと、前回の動画でもお話ししたように、人間は恒常性、ホメオスタシスという力が働くので、体重は正常な数値に戻ろうと働いてくれるんです。なので体重がありすぎる90キロの人っていうのは、その恒常性の力が強く働いて80キロに戻ろうとする力が強く働くんです。そして60キロの人っていうのは正常に近いので、体重を落とそうとする恒常性の力は弱い、いやむしろ恒常性の力は働かないんです。それを前提で考えると、例えば BMI が40あった人は、この減量曲線、どんなカーブを描いて痩せていくと思いますか？実はこんなカーブになるんです。見てください。最初は急カーブを描いて落ちていくんですが、あるポイントから低減していくんです。あるポイントとは何か分かりますか？それはBMI が20から25の領域に入った途端、このエリアに入った瞬間に減速し、カーブは低減していくんです。これはなぜだか分かりますか？それは BMI が20から25に入り、あなたの体はあなたの体重が正常になったと判断し、恒常性の力、痩せようとする力を解除してしまうからなんですね。故にこの臨界点、代謝の限界って言うんですが、太っている人がダイエットを開始し、この代謝の限界点まで来ると減量スピードが減速し、グラフは低減していくんです。そう、これが減量曲線って言うんです。この曲線はスタートは違えど皆さん同じようなカーブを描きます。太っていれば太っているほど痩せやすく、痩せている人は痩せにくいってことなんですね。そしてこの代謝の限界点をボーダーラインとして2つの領域に分けることができるんです。
左側の領域は甲状腺に従えば運動しなくても勝手に脂肪が燃焼してくれるという受動的脂肪燃焼領域っていうんです。そしてこの右側のエリアは BMI が20から25の間、つまり体が正常な体重だって判断するため、食事制限だけでは思うように体重が減少せず、ここからさらに脂肪燃焼させるなら運動が必要になる領域、これを能動的脂肪燃焼領域っていうんです。さあもう皆さんはこの2つの領域を見ていつ有酸素運動をすればいいかって分かりますよね。こっちの受動的脂肪燃焼領域ですか、それとも能動的脂肪燃焼領域ですか。こっちに決まってますよね。なぜならこの左側の受動的脂肪燃焼領域は甲状腺の力が強く働いてくれるから、正しい食事をしているだけでぐんぐん脂肪が燃えてくれるんです。一方こっち側の能動的脂肪燃焼領域は BMI が20から25の間なので、皆さんの体は体重を維持しようとするんです。つまり甲状腺の力は発揮されず、食事制限だけでは脂肪燃焼しにくいから、この能動的脂肪燃焼領域に入ってから有酸素運動をすればいいってことなんです。簡単に言うと、痩せやすい時に無理して走らなくていいんです。痩せにくくなったら有酸素運動で強制的に脂肪を燃やせってことなんですね。もちろん厳密に言うとこの BMI20 から25の間でも食事制限だけで痩せる人もいます。そういう人はまだ有酸素運動をしなくてもいいでしょう。そのうち食事制限だけでは体重が減らなくなってきますので、その時が来たら有酸素運動を始めればいいんですね。はい、いかがだったでしょうか。今日は有酸素運動を行うタイミングのお話をしました。有酸素運動は自ら脂肪を燃焼しようとする受動的脂肪燃焼領域で行うのではなく、食事制限だけでは脂肪燃焼しにくくなるこちら能動的脂肪燃焼領域、この領域に入ったら行えばいいんです。よくフィットネスクラブで丸々と太った方が汗びっしょりになってランニングマシンを走ってるのを見たことありますよね。減量曲線でいうとここら辺の人、前回の動画でもお話ししましたが、有酸素運動で燃焼する脂肪の量はわずか数十グラム。なのでここら辺にいる人っていうのは無理して有酸素運動をしなくてもいいんです。なぜなら正しい食事をしているだけでぐんぐんと体重は落ちていくんですから。なのでここら辺の人っていうのは無理して走ることはしないで、正しい食事をしてまずは正常値まで持っていきましょう。そこでさらに体重を落としたい、お腹を6個に割りたい、そう思った時に初めて有酸素運動を始めればいいんですね。ほとんどの人が逆のことをやるんですね。この能動的脂肪燃焼領域の時に一生懸命食事制限して痩せないな痩せないなって苦しんでいる人、逆にこの左側の受動的脂肪燃焼領域で正しい食事をしていれば簡単に痩せるのに、食事を改善せず走ってばっかりいる人がいるんですよね。そう、この代謝の限界点のボーダーラインで皆さんのやることは変わってくるっていうことを覚えておいてください。いつものことですが、こちらの痩せる方法は正しい食事です。正しい食事を知りたければ、私の無料のメールマガジンでしっかりと学んでください。登録フォームは下の説明欄にあります。無料ですのでぜひ読んでみてください。そしてこの動画が面白かったな、参考になったなって方はぜひいいねボタンをお願いします。そのいいねボタンがまた明日いい動画を撮ろうという私のモチベーションになるんです。ぜひお願いします。今日は以上です。